2005年12月、俺は大切な人間を失った。今思えば、あの時から俺たちの運命は決まっていたのかもしれない。俺がまだ東条会の二次団体、堂島組にいた頃、俺には家族といえる仲間が3人いた。一人は同じ孤児院で育った親友、錦山明。もう一人は孤児だった俺を育ててくれたおやっさん、風間慎太郎。そしてもう一人、少女の名は遥。まだ9歳の女の子だった。遥は母親を探すため、たった一人で町へとやってきていた。単なる偶然の出会いだが、そんな少女と俺には一つの共通点があった。お前どうするんだこれから。私にはお母さんと弓お姉ちゃんだけだから。はい。弓。母親を探す少女は俺が探す弓を知っていた。俺は遥との運命を感じつつ、彼女と共に事件を追いかけることとなった。だが、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。突如遥は100億の鍵を握る少女として。俺は遥との運命を感じつつ、彼女と共に事件を追いかけることとなった。だが、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。突如遥は100億の伊達誠、元捜査一課刑事。かつて俺を取り調べたことがきっかけで人生を曲げた刑事は、失ったキャリアを取り戻すため捜査の協力を要請してきた。キリュウ、俺は今3代目の世良の殺しを追ってる。手風。こと元捜査一課刑事。かつて俺を取り調べたことがきっかけで人生を曲げた刑事は、失ったキャリアを取り戻すため捜査の協力を要請してきた。キリュウ、俺は今3代目の世良の殺しを追ってる。手風。おじさんとカムロ町を歩くのも今日が最後かもしれないんだね。そんなことはないさ。またいつでも。ブラボー隊が大きな戦果を上げた。報酬の使い道でも考えておけ。遊びたい。おじさんと一緒に遊びたい。わかった。好きなだけ遊ぼう。
おじさん、あの二人はくっつかなかったか。まあ仕方ないでしょう。佐山君には警察官としての夢がありますからね。夢ね。残り時間あと4分。すぎるか。どうぞ。ああ、悪い。返さないで結構です。差し上げます。すべての目標の破壊を確認した。よくやった。作戦司令本部より緊急入電だ。これより緊急ミッションを発令する。新たな敵航空部隊を確認。タキへ、敵航空部隊を確認。ルト、消えた。索敵レーダーに消えなし。一家じゃタバコは吸えませんから。一家だと？私は来月付で四課から一課へ戻ります。極道相手の四課じゃ吸えても、殺人事件を扱うエリートコースの一課じゃ吸えませんからね。昇進したのか。よかったじゃないか。いやいや、そういうわけでもありません。一気に畳みかけろ。奴らはステルス機だ。目視で確認し撃墜せよ。今回の登場会と近江連合の構想、
結局警視庁も府警も後手に回り何もすることはできませんでした。それに加えてプラーシ課長と尋問派の起こした警察内部の不祥事、大きな汚点を残す結果に。じゃあなんで一課に戻るんだ。口封じですよ。佐山君も私も今回の抗争事件に関わった人間は皆昇進、本人の希望部署に転属させることで不祥事をうやむやにするつもりなんでしょう。とはいえよかったじゃねえか。これでお前もまたエリートコースに戻れたわけだ。まあそうなんですけど。浮かねえ顔だな。心配なんですよ。何が。今後のカムロ町が。警察は今後東条会や近江連合といった組織に対して一定の距離を取る方針です。今回の警察の失態を救ったのはある意味彼らでしたからね。なるほどな。で何が心配なんだ。私はまだ極道を信じてません。もし東条会の跡目が桐生さんじゃないなら、またカムロ町は昔のような荒れた町に。大丈夫だ。え、あいつはちゃんと考えてるよ。やつはケツの吹き方を知ってる。完了した。各機協力して敵を叩け。
作戦司令本部より緊急入電だ。これより緊急ミッションを発令する。新たな敵航空部隊を確認。タキへ、敵航空部隊を確認。やるぞ。消えた。索敵レーダーに消えなし。こちらは見えていない。一気に畳みかけろ。奴らはステルス機だ。目視で確認し撃墜せよ。戦果を上げた。報酬の使い道でも考えておけ。本当です。どこからどう見てもご本人としか言いようがありません。どこに？今会長室にお通ししてあります。わかった。刀が銀河紙に変わるとは、いやはやうまくやったものよ。これで高田の国とも手切れとは、なんとも名残惜しい限りじゃわ。小川原ともは
むごいことをしよる。ん？月見つればとは皮肉なものよ。